さあ始まりました、あずきの催眠ラジオ。このラジオは催眠というキーワードを通してご視聴くださっている皆様の人生や考え方をちょっと豊かにしたいをモットーに楽しく投稿していく番組でございます。私、司会進行のお笑い芸人ちょいや永田と申します。イエーイ、よいしょ、お願いします。そしてあなたの願いを形にする無料の催眠術師、はずきです。イエーイ、よいしょ。何それ、挨拶増やしてみた。増やしたね。なんて言ったん、ちなみに。あなたの願いを形にする魅了の催眠術師、はずきです。願いを形にするんですか。そうなんです。かっこいいな、なんかちょっといろいろ増やしていてどうした、今日は下手くそか。そう、噛んでしまってね、久々、ね、はい、久々、別に慣れっこだけど、いや、かましいや。ポンコツちょいやんってやっております。最近どうですか。下手くそか。はい、最近どうですか。最近ね、そう、うん、私ね、昨日からファスティングを始めて、うん、見たよ。何日やるっつった。21日間。気持ち悪い。キモいって何で。21日何も食べないってこと。ドリンクだっけね、ドリンク、流動食だけ、ね、やばくない。回復食とかそういうのは。噛んでるよ、もう今日噛みすぎて。回復食っていうのは取らんの。取る。その21日間やった後に、うん、お粥から始めていくって感じ。21日間、21日間はあの人参ジュースとか、うん、まあ、液体流動。いや違う、うん、あの回復食は何日。回復食は2週間ぐらい時間かけてやる、3週間やるから。きつー。いや俺もやったことあるけど3日ね、うんうん、もうね、回復食3日でもきついもん。うん、私一番長くて11日間やったことあって。やばいよそれ。なんで21日もやろうと思った。なんかね、細胞が入れ替わるのが21日間らしくて、うん、で、あの21日やるとなんかもう人生がもうガラッと変わるっていうのを聞いてて。変わる。そう、いつかやりたいなと思ってたんだけど。ミイラになるって修行僧になるやん。そう、そう、なんか悟り開けるかな。開くな。やってみようと思って。やば。いや俺もね、やったんやけど、もう早速ちょっとリバウンド気味やもんね。そうね、また太ったよね。また太ったわ。しかもなんか前髪可愛くしてるしね。そうなんですよ。無駄に可愛くした。ちょっと可愛いやろ。ドドンって。1ミリもタイプじゃないかな。いやかましゃ。でしょうね。いや、好きなアナウンサーの真似をしたらちょっとダサくなったっていう。楽屋で見せてもらったけど全然違う。全然違ってびっくりするよね。全然違うから。ダッサ俺、はい、宮島さん宮島さくらアナウンサーを真似したらこうなりました。宮島さんごめんなさい、名前出しちゃって、こんな、はい、すいません、こんなすいません、こんなもんの名前を出させていただいて、すいません。一緒に痩せましょう、本当に。あの、そうそう、あの、ね、11月に共演が決まったの。はい、ね、そうなんですよ。即興劇の、即興劇インプロをね、うん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 、俺たちエンディング間近にやりよる、うん、あの即興劇、あれも吉本がオッケーしてくれてね、やっと出られることになりました、うん、頑張ってください言われて。俺初めてかもしれん、吉本に頑張ってくださいとか言われて。あ、ずっと期待されてなかったね。そうなんです。やっとね、うん、少しはこう芸人としてちょっとはね、やらさせてもらうとね、はあ、あ、2年ぐらいやってないもん。も、ね、2年前に共演したんだよね、1回ね、コメディのお芝居ね。した2年前ぐらいだよね。あのインプロのね、じゃなくて、あ、インプロは2年前に共演して、うん、じゃあ3年前ぐらいになんかお芝居も共演したのか。そう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 、あの天狗の横山さんが脚本しとる、うんうんうん、それぶりでどうなるか、うん、どれぐらいなまっているか。なまっているか。あ、言葉が、え、あの体も、あ、全部。全部ね、お笑いの刃がなまくりすぎよ。なまくり、もう こういうことですよ。こういうことですよ。生くりすぎってなんかやんね。生くりすぎだからね。はい、それもあって、あのそのインプロライブまでにちゃんと痩せて、うん、より綺麗になろうと。いや超えるくない？インプロ、あ、ちょうどか。ちょうどそこに表示を合わせて、いつもね舞台前は軽くファスティングいつもしてるんだけど、はいはい、うん、今回はもう21日間。いや気合いやばいって。いや本当ガンジになるよ。どうなんだろうね。でもあんま痩せないんだよ ね、もう最近ファスティングやっても、もう定期的にやってるから。最初やったらマジガッソリ痩せて、ガッソリね、10キロくらい痩せて、本当に3日間で。そうそう、私も10 11キロ痩せてから、うん、もうそっからそんなに、もうベスト体重なんだろうね今がね。ところなんか
これベストじゃないよ。私がね、私が今ベスト体重だから私は痩せないけど、チョヒャンは痩せてまた太ってるから痩せましょう。はい、わかりました。はい、頑張ります。はーい、はーい、じゃあ葉月の催眠ラジオ第15回もよろしくお願いします。はーい、はい、で、あの緊急事態宣言明けましたけど、これ対策バッチリでございますので、アクリル板もしっかり、はい、よろしくお願いします。はい、超元気でやっております。はい、はい、じゃあ最初のコーナー行きましょう。教えて葉月先生。イエイ、イエイ。このコーナーは魅了の催眠術師葉月さんに人生をちょっと豊かにする心理学の知識を教えてもらうコーナーです。今回のワードは何でしょうか。今日は HSP です。 HSP 聞いたことある？ないね、全く、うん、何の略なのこれ。だいぶ最近は有名になってきてる言葉ではあるんですけど。あ、そうなの。うん、じゃあ説明します。はい、お願いします。スライドお願いします。 HSP とはハイリーセンシティブパーソンの略です。ほう。米国の心理学者であるエイレン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念で、生まれつき非常に感受性が強く敏感な気質を持った人のことです。 HSP は環境や性格などの後天的なものではなく、先天的な気質、生まれ持った性質と言われています。統計的には人口の 15-20% と言われてます。5人に1人が当てはまるそうです。あ、じゃあ結構おるんやね。はい、戻してください。はい、ということで、はい、これなんで選んだかというと、うん、実は私この傾向があるんです。あらら、これで HSP？ うん、はあ、ちゃんが敏感ちゃんなんですよ。敏感ちゃん、敏感ちゃん、あの体がじゃなくてね、から体も敏感だし五感が敏感。あ、そうなの。そうです、エッチな意味で言ってない五感がね敏感なんですよ、じゃあこの HSP の特徴、あの4つあるのでご紹介していきますね。じゃあスライドお願いします。 HSP の特徴、物事の考え方が深い、刺激に敏感である、共感しやすい、感覚が鋭い、この4つが挙げられています。で、物事の考え方が深いっていうところなんですが、これは人に対する感受性が高いので、例えばお世辞とかをすぐ見抜いてしまったりとかね、浅い人間関係を好まなかったりします。で、物事を深く考えるために行動するまでに時間がかかったりします。1を聞いて10を想像して考えられる思考力を持っているっていうふうに言われています。で、2つ目、刺激に敏感であるってことなんですけど、これ敏感ちゃんね、例えばあの大きい音にね過剰に驚いてしまったりとか、あとは友達と過ごす時間楽しいんだけど、あの結構ドッとね書いたら疲れちゃう、気疲れしやすいの、ドッと疲れちゃうとかね、うんうんうん、人に言われた些細な一言をいつまでも気にしちゃうっていうような、こんな傾向があったりしますね。ちょっと俺これかもしれんな。お、本当、私も2番目ね、正反対だと思ってた。いや気にする、鈍感なところあるけど、鈍感ちゃんでしょ。ちょやはい、で3つ目、はい、共感しやすい、人の気持ちに流されやすく、共感力が高いのも特徴です、うん、で、ニュースや映画なども感情移入しすぎて自分のことのように喜んだり悲しんだりするっていうふうに言われてます。あと人が怒られてるのも見るのが結構しんどかったりします。あ、一緒一緒本当？うん、俺もう泣くよ映画で普通に。あ、そうか、そこはね、うん、あるかもね、確かにね、そこだけか、そこだけかな。で、4つ目、感覚が鋭い、これは、冷蔵庫などの電化製品の音だったりとかね、時計の音だったりとか、些細な生活音が気になってしまったりとか、人の体臭や口臭、タバコ臭に対してすぐ気分が悪くなったりとか、肌着のチクチクとかね、そういう素材も気になったりするっていうような、そんな傾向があります。はい、戻してください。敏感やね、はい、で、まあ、こんな4つの特徴があるんですが、はい、まあ、とにかく人が気づかないような音とか光とか匂いなどにも些細に
ね、刺激にね気づいたりするんですが、私結構ね電磁波とか気づいたりしちゃうのね。電磁波 Wi-Fi があってね。そこまではない。風邪なさいや。Wi-Fi はないけど 5G うざみたいな。そこまではいかない。あ、でも 5G はあるかもしれないね。マジ。なんかこう携帯そばに置くとかちょっとうって気持ち悪くなったりとか。すごっ。そう、敏感だったり。え、あと じゃあ 4G 5G 5G、 そんなに見えない Wi-Fi みたいな。わかんない、そこまでは見えないけど、うん、でも結構あの昔から電磁波過敏だったりとか、あとネズミ捕りの音とか分かっちゃうとか、あのキーンっていうやつ、キーンとか、それは分かる。きついわ。ネズミ捕りとかも結構敏感に分かる。あの猫よけとかね、うん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 、普通 あの家の前に置いとるやん、キーンってなるやん、うんうん、そうそうそういう、あれきつい。あ、意外と HSP かな。はい、 H です。 H です、はい、あとは、私あのタートルネックダメなんだよね。ここもうこう、あとまあほんとナイロン素材とかチクチクするのとかほんとダメかな、うんうんうん、あとタバコすっごいダメかな。あー言ってますね。あと、うん、匂いその人のね体調が匂いで分かったりするわ、うん、マジ。あ、今日この人体調悪いかなとか。うわー、俺どうなん、うんと結構あのもう老廃物いっぱい溜まってると思う。老廃物の香りがする、うん、香りがする、香りがするとかね、そういう敏感じゃ。あとはまあもともと繊細だからね、結構気にしいだと、うん、よく長屋にね相談してたりするけど、はい、でただ、こういう HSP の人って、うん、内向的な人が多いって思われがちなんだけど、私は内向的ではなくて外向的な人だったりはします、うん、で外向的な HSP のタイプもあります。それもちょっと説明しますね、はい、次のスライドお願いします。お願いします。HSS 型 HSP。 ややこしい。ややこしいよね。ややこしい。社交的で刺激を求めるのに傷つきやすいタイプ。好奇心旺盛、活動的で周りの人に気を配ることができる。マルチタスクも得意でリーダーシップも発揮できるが、後から疲れてぐったりしてしまう。周りからはアクティブに見られるが、その裏で疲れたり傷ついたりと自分の二面性に悩むことが多い。こんな方もあります、うん、はい、戻してください。で、このねアクティブ型はだいたい HSP の3割ぐらいって言われてます、うんうん、大胆なのに繊細、元気なのに傷つきやすい。で、私はこのタイプかなって思ってます。で、まあ、これがね悪いとか言うわけじゃないんだけど、まあ、こういう症状の人がいる、5人に1人だからね結構多いので、うん、まずは皆さんに知ってもらいたいなっていうことと、まあ、こういう人たちのまあ、苦労とかもね知ってもらえるといいかなって。でこれで悩んでる人たちも、別に これがねデメリットだけじゃなくてメリットもたくさんあるだよということを知ってもらいたくて今日は紹介しました。そうね、だってこれによる人がこれの可能性大いにあるもんね、うん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 、5人に1人やけ、そう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 、結構な割合ですよ。で内向的な人とまた外向的な繊細な人と両方いるってことも知ってもらえたらなって思います、うん、はい。でHSP はじゃあなんでこういうことが起こるのかということで HSP の臨床っていうことを紹介したいと思います。次のスライドお願いします。 HSP の臨床。 HSP の人は扁桃体を中心とした不安の神経回路の反応が高まりやすく、前頭葉皮質の抑制が弱まり、不安恐怖の神経回路が過剰に活動しやすい状態にあるというふうに言われています。で、慢性のストレス状態が続くと思考、感情、感覚、身体の活動低下をもたらし、抑うつ状態、うつ病となることもある。また生体へのストレスは神経伝達やホルモン分泌、免疫反応などにも影響が及ぶ。扁桃体や緊張性頭痛、過剰性過敏性腸症候群、花粉症、生理前の、不調、PMS などが起こることもあるというふうに言われてます、うん、はい、戻してください。で、HSP、 あ、はい、こちらスタジオ戻してください。 HSP はね、他者の言動に対して敏感に反応しすぎたり共感しすぎてしまうため、本当の自分の気持ちを見失ってしまうこともあったりするというふうに言われてます、うん。で本当は何を言いたかったのかとかが分かんなくなったりとか、本当に言いたいことを言えなかったりとかね、自分を苦しめることもある。そういうことでストレスが重なってうつ病傾向になっちゃう人もいるというふうに言われてます。なのでまずは、ね、自分が何が言いたいかを言語化するっていうのも必要なんじゃないかなっていうふうに思います。で、最近の私のHSP の症例を報告をすると、はい、私も
結構本当に繊細で敏感ちゃんだから心理学学んで少しでも楽になればっていう風にやってたんだけど、うん、最近やったのはあのインプロライブのメンバーが発表された時点でもう傷ついちゃったわけよ。何があったかというと、うん、まあ、あの40歳のねこのね役者女性の役者って結構少ないし、小劇場に出てる人とかも、うん、まあ、そんなにもう続けてる人って少ないわけでしょ、うん、で、うん、インプロはもう私がなんかこうおばちゃんとかキャリアウーマン役とかお母さん役とかで独壇場だったわけですよ、うんうんうん、だからまあ息になってたんだけど、まあ、私よりも大ベテランのゆかさんっていうねすごい綺麗で、はい、あの役者の歴も長い方が出ることになって奪われたっていうこと。そうそう、もうやべっと思ってで別にゆかさん超いい人だよ、私も大好きだし、うん、あの気さくでねいろいろ教えてくださる素敵な方なんだけど、もうその出た時点でこうもうなんかすごい考えたわけですよ。でもうゆかさんと比べたら全ての役においてもう劣化版コピーみたいになっちゃうよなとか。いや、いじっていいの劣化版やんとか。あ、全然いいよ、全然いいんだけど、そこでプラスじゃない。そうそうそう、そうなのよ。でもそのゆかさんはいじっていいの。ゆかさんも まあでも気さくな人だから仲良くなってもらえたらいいと思う。まあすごいよ、演技のレベルで言っても高いし素敵な方なんだけど、うん、それでもう病んじゃって、実はもうすごい病んじゃうぐらい、あの元々はねあの繊細だからね。でしかもそのゆかさんって若い男の子たちが綺麗だねとかウハウハしてるわけですよ、うんうんうん、それもどうせ私なんてみたいなのがあるんですよだけどお笑い担当おばちゃんでいいじゃない。あ、そうね、それもいいし、うん、別に綺麗で役やりたきゃやればいいし、インプロって別にその場その場で役決まってるわけじゃないから、うん、やればいいんだけど、私園田さんにまで連絡したよね。園田さんってのはそのねインプロの、うん、監修してる、監修してる。でその時に葉月繊細だねって言われてあ、そうだそうだ、私は HSP で繊細なところあるよ、本当に繊細なんですよ、うん、なんかちょっとしたことで傷ついて。そうなの、そうなの。ただそれを知ってればいいってことですよ、うん、ああ HSP また出たなって思って、であのまあいろんなねリフレーミングとか、まあ、アーカイブも見てもらえたらと思うけど、うん、新しい枠組み、さっき言ったねあのお笑い担当おばちゃん役でもいいじゃんとか、そうだし、うん、まあ、あとはゆかさんそんなに最近ねあのインプロ出てなかったから、ゆかさんをサポートできる役で、インプロって別に目立つのがあのできるインプロバイザーじゃなくて、うん、相手がやりやすくするのがインプロバイザーだからってね、ソドナさんにも教えてもらったけど、そうなんです、まあ、そんな風に、まあ、自分の特質を知ってそれが真実なわけじゃなくて、敏感がゆえにできることもあるっていう風に立つと、まあ、楽に生きられるよっていうので、まあ、私のね例をご紹介しました、はい、で今言ったように HSP メリットもいっぱいあるので、ちょっと私が考えるメリットをご紹介しますね。はい、はい、次のスライドお願いします。はい、まずはね聞き上手です。相手のことがねよくわかるからうまく聞くことができます。共感力が高い、そしてねクリエイティブな才能もあるっていう風に言われてます。 HSP の人はねクリエイティブなお仕事されてる方すごく多いっていう風に言われてます。そして情熱的、調整能力が高い、こんなメリットがあります、うん、はい、で、戻してください、私はですねこのメリットを大いにもう活用して人生生かしてきました、うん、まずは聞き上手っていうところを生かして、あとね共感力も高いというところも生かして、うん、営業にバンバン生かしてました。本当よ、そうナンバーワン営業ね、ナンバーワンね、製薬会社、人材紹介会社、あと保険営業、もうどの業界でもねバリッバリ営業やってきてますね。営業しかやってないやんそれ。営業とあとめっちゃすごいやん。そうそうそう、管理職とかもやってたけどね、そう、そこでねもうナンバーワンを出せたのは、まあ、うん、その敏感にね相手のことを察して、あこう言われたら気持ちいいんじゃないかなとか、うんうんそうですよねっていう風にやることで営業はね成績伸ばせました。あと生まれつきの能力でね、そう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 、だからいいね適職を選んだなと思います。でその後ねカウンセリングとかねコーチングとかやりましたけど、うん、感受性が強い、共感力が強いっていうことで、あのクライアントさんのねこう深いところまで聞けることができたので、クライアントさんの人生を飛躍させるっていうことも、まあ、できたのも生かしてるポイントですね、うん、ですごい。あと調整能力が高いっていうのも、こういうMC とかも できるようになったのも HSP だ。あこの場なんかちょっと今あの空気が悪いぞとかね、ちょいやんなんかこう噛んでるぞとかそういうのもね察知して、そう盛り上げたりとか、みんな思ってるよ、みんな思ってるね、ちょいやんね鈍いねっていうのもみんな思ってるけど、まあ、そこをうまく拾うとかもねできるようになったのも HSP のね特質のおかげかなと思っております。はい、だからこういうねメリットを生かして
で、使っていくと人生大いに飛躍していくよっていうのも、もう私が生き証人としてね、 HSP の皆さん力づけられたらと思ってお話しさせていただきました。はい、ありがとうございました、はい、以上 HSP でした。はい、ありがとうございます。はい、続いてのコーナーはこちら、お悩み相談のコーナー。このコーナーは視聴者の皆様やゲストの方のお悩みに、対面セッション担当人数1500人を超える葉月さんに解決していただこうというコーナーです。今週のお悩みはラジオネームケントさんからいただいております。葉月さん、チョイヤン永田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。僕は営業職なのですが、顧客の要望を聞き出しきれず、いまいち成績がパッとしません。また彼女がいるのですが、喧嘩をするとき人の話聞かないよねとよく言われます。自分では聞いているつもりなのですが、コミュニケーションのズレをよく感じます。たくさんの人のお悩みを聞いている葉月さんなら、このコミュニケーションを改善するアドバイスができるのではないかと思いメールしました。ご回答よろしくお願いします。ラジオネームケントさんからいただきました。一回噛みました、すいません。ケントさん、ケントさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、なんか今日下手だな今日なんかね、はい、ちょっとね、ダメね、まあ、いつも以上にダメ、はい、ね、はい、ケントさんの、ケントさんね、解決していただこう。じゃあナンバーワン営業誇り、はい、カウンセラー、ね、コーチングもやってるこの私が、傾聴っていうのをね、傾聴のテクニックっていうのを教えていきたいと思います。傾聴、はい、相手に聞く、はい、相手のことを聞くっていうの、これスキルなんですよね。なので練習すればうまくできるようになります。でこれはね、心理学学んで、あのカウンセラー養成講座とかでは、もう必ず教えてもらえるようなテクニックではなるんですけども、まず傾聴ね、人の話を聞くっていう時に、あの段階があるということを知っててください。まずは受動的な傾聴っていうのがあります。相手に真摯に耳を傾けて受け止めるっていう姿勢ですね。基本的な方法です。もうただただうんうんって聞くっていうね、受動的な傾聴で、これができるようになったら反映的傾聴っていう一つでレベルが上がります。話し手の表現を受けて、聞き手がその内容を繰り返すことで理解や共感を示す方法になっています。でこれができるようになったら、さらに積極的な傾聴、積極的傾聴のレベルに行きます。積極的傾聴とは、主体的に働きかけることで話し手に対する理解につなげる方法になっています。話し手の発言に言葉を添えたり質問を挟んだりすることで話し手の思考を促します。私もめっちゃ噛んでんじゃんどうした噛む日だね、はい、噛む日、はいはい、積極的傾聴までいけるといいかなって思います、うん、はい、でテクニックね、紹介しておきます、はい、まずは姿勢です。姿勢、うん、相手の方に体を向けて顔や目を見るようにする。こういう感じで、で姿勢は前のめり、前のめり、へえ、そうそうそう、まあ、そうなん、そうなん、うさくさいけど、まあ、そういうこと、そういうこと、はい、そうなんだ、へえ、目を見て、うんうん、気持ち悪いななんでなはい、真面目にやってるのに。そうで、まあ今ちょっとあのやりすぎな感じだけど、リラックスしてね、柔らかい表情を心がけることも大事になってます。でその時に腕組みとか、うん、まあ、もちろん営業でこんなの人はありえないけど ね、 そうねとかね、うん、視線をこうあちこち見たりとかはしないようにしてください。あとスマホ見ちゃうとかね、はい、時計見ちゃうとか、うん、そういうのも NG です、はい、もうとにかく相手に聞いてますよっていう姿勢をすることが大事です。でまたね、テクニックがあります。お、一つ目がね、ミラーリングっていうのがあります。ミラーリングね、これも結構ね、心理学的な有名なテクニックだったりするんですけど、うん、鏡のように相手と同じ動きをするっていうのは結構あの効果的です。あ、うん、なんかこの人と通じ合ってるなっていうふうに思わせます。相手が飲んだら一緒のタイミングで飲んじゃうとかね、うん、あとは、相手の表情とか仕草とか声のトーンも相手に同調させていくっていうのが、相手にリラックスさせる効果があります。でこれもう本当にリラックスし合ってる2人、恋人同士の2人とかだと、何回こう同じようにこう書いたりとかね、同じように飲んだりとかって自然としちゃうんですね、うん、これをあえて使うっていうのがミラーリングっていうテクニックになってきます、うん、はい、で次にですね、バックトラッキングっていうのがあります、まあ、名前はかっこいいけれども、バックトラッキング、プロレス技じゃないよね、
プロレス技じゃないあの相手が言ってることをオウム返しすることをバックトラッキングっていうの、はいはいはい、あの例えば 私本当にもうお腹痛くてって言ったら、あ、本当にお腹が痛いんだねってもうそのまま返せばいいんですようん、うん、でこれはオウム返しのテクニックとして取り入れてもらえたらと思います、はい、でちょっとレベルが上がるのがパラフレーズっていうテクニックです。パラフレーズ、うん、ある程度話を聞いたらその内容を自分の言葉に言い換える方法です、うん、例えば、私ね、あの台本がね読めなくて困ってるんですって言ったら、台本が読めるようになったら解決するんだねとかちょっと言い換えるんですよ、うんうんうん、とかね、そういう、 こう、パラフレーズっていうテクニックも使ってみるといいかな。同じこと言っとるけどみたいな感じね。んは？いや、同じような内容を言うってあ、そういうこと、うん、そういうことです今二人ともはっていや、はってなはに対してはやともは逆にはってはい、そうね、テクニックを使ってみてください、はい、でもテクニックも大事なんだけど、ここからはあのね、本当にこれが一番大事だよっていうことなんですが、うん、自分のね、思ってる価値観を一旦手放すってことが大事です、うん、ね、あのこれカウンセラーの人とかね、コーチングやるときもすごい大事になってくるんだけど、あのね、相手が言ってることにでもこうした方がいいよとか、うんうん、意見を言っちゃう時点で相手は聞いてもらってる感覚がなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、だからもうとことんまでもう真っさらにして何にもないところから聞くっていうのが大事です、うん、じゃあなんかちょいやん、うん、あの何か一個相談してみて、何でもいいから、何でもいい、何でもいいから。いや最近眠れないんです。うん、眠れないの。だったらさ、ちゃんとさ、うん、運動とかしてやった方がいいよとか、運動して疲れれば眠れるから。わかった、そうするえ、違う、ね、いいのいいの、これは相手を聞かないでこっちの価値観を押し付けたことっていうのをやってみました、はいはい、なるほどなるほど。じゃあもう一回同じように聞いてもらっていい？俺最近眠れんのよね。あ、眠れないんだ、うん、何時間ぐらい寝てるの？8時間ぐらい寝てるじゃんボケてもう一回もう一回もう一回最近眠れんのよね。眠れないんだ、うん、どんぐらい寝てるの今？2時間。2時間、うん、え、じゃあずっと起きてるの？起きとる。え、起きてるとじゃあ何してるの？ね、ネットフリックス見てます。ネットフリックス見ちゃうんだ。じゃあ全然眠れなくて、うん、でネットフリックス見てやっと音を落として眠れるって感じ、うん、ネットフリックスを見て、あ、もうあと2時間しか寝ねん、あ、じゃあ寝ようっていう感じで。なるほどね。じゃあネットフリックスが楽しくてねちょっとなんかいい例じゃなくなってきてボケになる。まあこういうふうに今相手の、うん、ことをこう質問してより深く深掘りしてっていうと、うん、最初に、え、じゃあ運動しないよ、運動した方がいいよとか言うよりは、うん、聞いてもらった感じしなかった？あ、するわ、うん、でこの後にあの運動すると、うん、結構眠れるようになるらしいよって言われたら、あ、じゃあしてみようかなって思うよね、うん、最初に言われたら、あ、そっかってなんかちょっと一回こう受け切るっていうこと。そう、うん、こっちの意見をあの押し付けないで、うん、まっさらにしてただただ聞くっていうことをやってみるといいんじゃないかなと思います。あとね、彼女さんもね、多分あの話聞いてくれないってことだったんですけど、これね、あるよね、これ俺もこういうことがあるもんね、よく、うんうんうん、そうね、そうだね、うん、喧嘩するとき、私もちょいやんと喧嘩したよねこいつ話聞かねえなと思ったけど、これそういう時ももうまっさらにして聞くと相手が聞いてもらってると思って喧嘩も収まります、うん、なのでまっさらにして何にもなしから自分の価値観を手放して聞くっていうことをぜひしてみてください。はい、ケントさん実践してみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、それでは告知をさせてください。はい、こんな風にね、お悩み相談をね、あの募集しております。催眠ラジオ @gmail.com、 こちらにお悩みぜひぜひどんどん応募ください。お願いします。はい、そして、1対1でね、あのお悩み聞くこともできます。 Zoom で対応しております。10分1000円で対応してますので、よかったら、お申し込みお待ちしております。はい、安い。はい、そして、潜在意識の仕組み、そして催眠術が体験できるセミナーを
開催しております、うん、10月23日、11月2日、11月27日、12月7日、12月18日、開催しておりますので、ぼしぼし応募ください、はい、お待ちしております。これリアルが23日のみ、はい、リアルは23日のみです。その他はズームと、はい、はい、ぜひやってみてください。はい、続いてのコーナーはこちら、インプロゲームのコーナー。あずきさん、インプロとは何でしょうか。はい、ちょっと説明の場所、はい、インプロとは何でしょうか。はい、インプロとは即興演劇のことです、はい、台本も役も決まってないアドリブの演技です。心理学とも深い関係があり、無意識の領域を使って繰り広げるこのインプロのストーリー作りのノウハウは人生に大いに役立てられます、うん、このコーナーではそんなインプロをちょっとだけゲームを通してお見せしていきます、はい、最初のインプロゲームはペーパーズです。葉月さん、説明をお願いします。はい、このゲームはお互いの設定を決めてアドリブで演技をしていきます。シーンの途中で紙を引き、そこに書かれてある言葉を瞬時に自分のセリフとして使います。紙はスタッフさんにね、お忙しい中書いていただきました。内容は一切私たち見ていません。はい、嬉しかったこととかね、感動したこと、ムカついたこと、そんなことを書いてもらっています。それでは、はい、チャレンジスタートしていきましょう、はい、じゃあまずはこうやってやって、じゃあルーレットで役柄を決めてみますよ。そう、ここにね、ルーレットで役は何が書かれてるんですか。2人の関係性、役は幼馴染、恋人、親子、兄弟、あといつも同僚ばっかりやったんで不倫関係っていうのを作りましたよ。ボケてて見えないね。うん、まあいいや、まあ、なんか、あ、見えたかな。 ありがとうございます。ちょっとちっちゃいけど、行きます。はい、スタートスタート。トゥル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 。赤。何？赤は。赤は？見えないよ。兄弟。兄弟。はい。では兄弟の設定でちょっと半分もらいましたので。OK です。兄弟ね。じゃあ私から引くところからスタートしようかな。はい。それでは。スタートね。はい。兄弟の、はい、ペーパーズスタート。スタート。あんた可愛いわね、飛びちゃいたい。本当にゆっくん可愛い。どうしたん？もうお母さん。兄弟よ。お姉ちゃんなんでお母さんっていうの？何もう。ごめん、たまに言い間違えることない？お母さんじゃないでしょ、ね、お姉ちゃんでしょ。お姉ちゃんあるやん、たまに。先生のことお母さんって呼んだことあるやろ？それと一緒やん。なんでお母さんに間違えない？ゆうくそういうとこも可愛い。もうブラコンが炸裂してさ、やばくない？ブラコンいつもやな。本当に可愛いよね、そのなんかもうポチャッとした感じとかさ。ポチャッと、もうゆうくん可愛いわ、やめてよもう俺。なんでゆうくん、もうお姉ちゃん、もうゆうくん可愛すぎて彼氏だってできないんだから。いや作ってよ。周りからなんて言われるか知っとる？何？お前の姉ちゃん色気あっていいねとか。いいじゃん。いやいいけど、うん、いや俺兄弟よ、気持ち悪いよ。いいじゃん、兄弟なんだから。兄弟だからこそ嫌じゃない？何言ってんの、本当に悲しくなっちゃうな。悲しくなってよ。お前はよく頑張ったよ、本当に。頑張ってる？頑張った。お姉ちゃんの弟として本当によく頑張ってる、うん、もう大好きよ本当に。じゃあいいよ、頑張るのやめるよ。そんなこと言わないで。なんで？俺姉ちゃんのために頑張ってるわけじゃないもん。ぐいぐい来られるとちょっと嫌なんよ本当に、うん、悲しいな。マジで似合ってない、この関係が似合ってないんよ。だって兄弟よ、兄弟でこうやって姉ちゃんがこうやって可愛いね可愛いねって泣くない？ある？そんな兄弟似合ってない、そんな関係じゃないよ兄弟って。じゃあゆうくんはどうなりたいの？どうなりたいって普通のよ。いやもうそんなベタベタせんやん普通。
1000よ。友人をバカにされたことある？あのね、お姉ちゃんは今あなたの友人をバカにしようと思います。なんでな？あなたの友人は間違ってる。間違ってないよ。周りは間違ってない。間違ってるの姉ちゃんや。友人が間違ってる。もう分かった。お姉ちゃん、もうあなたを友人に会わせない。ゆうくんは今日からここから出られません。やめてよ。今日からは一歩も外に出さない。あなたのこと監禁します。監禁？チーン、終わり。いいとこでしょ。あ、引きたかった。ちょっと待って、引きたかったな。ちょっと最高、最高姉ちゃんで。最高ったよ。最高姉ちゃんでやってみたよ。ちょっとね、最初のお母さんでちょっと俺もあれ、ほんとさ、リアル間違いでしょ、ね、リアル間違い。マジさ、素に戻ってたよね。いや、なんかその言い方って、あれ家族やったっけとか思って、うん、だけど勝手にお母さんにしてしまったわ。もう本当にポンコツ。ちょっとあと4枚あるわ。もう一回違うシチュエーションでやりますか。シチュエーションやりましょう。せっかく書いてもらったしね。そうなんですよ、時間もありますので。ね、次インプロライブ。いやいや、もうちょいダメ出ししたいけどな。ダメ出し、ちょっと待って、ダメ出しは後で。あと、はい、回ってます。に逃げておる。水色、水色なんだ。何？恋人は、恋人同士。はい、恋人うまくできるかな。2枚2枚しかありませんので。はい、まあなんか、まあ、ここでいいんじゃん。ここから引く。あ、いいよ、どっちかのタイミングね。はい、じゃあチョイヤンから引こうかな。チョイヤンから、ちょっと挽回して、さっきの初っ端からのミス。それではチョイヤンから始まる恋人同士のペーパーズスタート。スタート。ダッサ、自分が好き。ダッサい、その格好。俺ずっと思えたけど、けど俺は自分が好きなんや。サトシ君、なんで白い服いいって言うから今日も白着てきたのに。ダサいよ、白は白でも、あのミキの白は似合ってない。見て俺の黒、かっこいい。この前髪見て。うん、サトシ君かっこいい。かっこいいと思うけど、うん、私のことダメなんだ。いや、服だけね。俺みたいにかっこよくなればいい。言われた通りにいつもしてるつもりなんだけどな。言ってないよ。白は好きって言ったけど、そのしわくちゃな白じゃないもん。ピシッとした白。もうなんかあれよ、スーツのワイシャツみたいな、あの純白なあれがいいんです。ごめんね、希望通りになれなくてごめん。Go to hell。 Go to hell。 Go to hell。 もうさ、うん、こんなさ破綻した関係だったらさ、一緒に死んで地獄行こう。もう耐えられない。なんでよ。おい、や、道連れにせんでよ。一緒に死の。もうやめてよ。サトシ君、一緒に死の。いやよ。一人で死ねばいいやん、それやったら。いや、死なんでよ。もうやだ。もうやだ。死んだらダメ。いいやん。服装のことをダサいって言っただけよ。じゃあ、私の好きなとこもっと言ってよ。全然わかんない。好きなところは、顔？顔と、まあ、スタイル以上よくない？見た目、見た目、見た目 OK。 私のこと好きなの？好きよ、好きよ。一緒にいるとなんか楽しいね。楽しいよね。好きなところ、もう一個思い出した。
一緒にいると楽しいね。ね、なんかだけんさ、あの地獄に行こうとかやめよ。サトシくんさ、うん、私もメンタルやばいけどサトシくんもやばいよね。やばいかな。やばくないよ。やばくない。うん、やばくない。なんかついていけないよ私。いやいやいいやん。もう地獄に行くとかやめよ。一緒にいると楽しい。それだけでよくない？そっか。そっか。うん。じゃあいいかな。いいよ。楽しいならいいか。楽しいならいいよ。楽しいならいいか。うん。世界一幸せにします。ありがとう。サトシくんのこと世界一に幸せにするから。うん。じゃあこれまで通りよろしくお願いします。何耐えられなくなっちゃうの、はい、じゃあダメ出しタイム行こうかな。はい、10分前です。ダメ出しタイム、はい、ちょいやん、もうインプロ基本ですよ。イエス&ですよ。イエス&イエス&ですよ。なんか、はい、受け入れるっていうことですね。受け入れてなかったね私の言葉とかをね、はい、うん、で、せっかくこう傾いたわけですよ。もうじゃあ地獄行こうって傾いた時にまた平気に戻しちゃう、ね、戻そうとした。傾いたのは傾いたまま行った方が、うん、あのインプロは面白くなりますって園田さんに何回も言われてると思います。戻し癖が出たわ、ね、あそこで多分乗っちゃったら ね、けどその後にいいの引いたんかな。いいのっていうか一緒にいるとなんか楽しいねって、うんうんうん、うん、これ絶対戻るよね。まあまあ それはそれでね、うん、言い訳。今日この動画を園田さんに見せて、はい、ダメ出しをいっぱいしてもらいましょう。はい、今日なんかこう感情ガーってなりたかったけどな、なんか だいぶたくしまくし立てたけどね。まくし立てたけどね私ね、うん、来とったよ。あの怖かった、怖い演技来とった。怖い演技やったよ。結構メンヘラとかなんかやってみたんだけどな。怖かったわ。 Go to hell って何、うん、地獄へ行こうみたいな。あと1個目のお姉ちゃんもねやばかったよね。監禁するわ。やばかったわ俺途中で。マジで監禁するんじゃないかなと思ってこいつやばって思って。そうだよ、それをそのままもう怖い怖い怖いとかね、はい、ね、乗ってくれたらね。乗ります。いいんだけどね。まあこんなポンコツちょいやんですけど、あの声稽古をこれからひたすらするので、はい、いい、きっといいインプロになるでしょう。いい舞台になるんじゃないかと。今日のはイマイチでしたけど、はい、イマイチでしたけど、きっとライブは面白く、もっとあのこの間出たね達也くんとかいますからね。そう、達也くんを見に来てください。達也くんを見に来てください、はい、以上インプロコーナーでした。はい、はい、それではエンディングです。最後に告知をさせていただきます。詳しい情報は2人ともツイッターをやっておりますので、そちらからご覧ください。はい、魅了の催眠術師葉月で検索してフォローしてください。はい、あとはちょいやん長田もよかったらフォローしてあげてください、ね、はい、なんか痩せてるねやっぱこの時の方が、ね、この時痩せとんね。はい、はい、そして YouTube 見てください。葉月の催眠チャンネルぜひ見てください。すごい3秒でかかりますね。5640人や、嬉しい。もうどんどん増えてる。めっちゃ嬉しいね。ちょっと待って、俺のこと言えるけどさ、あの写真いつの、あ、あの写真、え、1年前とかだよ。なんかダメ。めっちゃ若いやん。え、そう、若い気がするな。まあ出社してるからね。しすぎや。はい、そして葉月の潜在意識チャンネルも見てください。こっちはねお勉強チャンネルになっておりますので、はい、おー増えてる増えてる。見てください。はい、お金の引き寄せ。はい、そしてさっきから言ってるインプロの舞台の告知ね、はい、11月の9日から14日までやります。11月の9日、10日、11日、12日は夜19時からやります、うん、はい、そして13日14日の土日は13時からと17時からになっております。はい、はい、2枚目もどうぞ。はい、で、これはですね八丁堀でやります。八丁堀のユーキースでやりますね、はい、ユーキーススタジオでやります。10名ね、10名かな、もっと多いですね。あ、10、10、10、10、10、もっといた、もっといた。1回に10。ほらもう俺センター取っとるよ、見て。いやもう男で一番下っ端です。センター取っとる、こうやって一番下っ端です。で、そう、私も真ん中いるね。ゆかさん
の次にですね、そのさっき言ったゆかさん、あ、ゆかさんの綺麗な、ゆかさんほら綺麗でしょ、もうあんま見えんけど、劣等感の塊、ね、HSP の私は劣等感なんだけど、大きくなるかな、大きくなんないか、うん、よれないか、あ、よれた、お、よれたね、ほらちょいやんな方見て、ドセンターよ、ゆかさんの隣、男で一番下っ端と取っております、センターをです、スペシャルシークレットゲストということで、もう一番ね下っ端ゲストですからはい、下っ端言うな、戻してください、はい、そうね、この舞台のために、うん、もうめちゃくちゃ練習したいけど、うん、大丈夫かなっていう感じだったね今日ね、うん、心配だね、ちょっと酒飲んでやった方がいいんじゃない、あーねー、緊張しちゃうのか ねするする、なんか今日レベルさらに落ちてたよね落ちたね落ちてたね、先週楽しかったよめちゃくちゃ、だって達也くんいたから ね前回はね、うん、達也くんはすごいよ、や一緒にやってて思うと思うけど、マジ立ち回りが、あ、けど先週めっちゃすごかった、先週じゃん、先月、先月もね、まあ、やっぱ一人いると違うよね、全然違う、突っ込める人とかがいるから、ね、うん、まあ、そういうと私もまだまだねレベルを上げなきゃいけないね、はい、俺もレベルを上げていきます、ちょこっとじゃないちょっと死ぬ気でやってくださいだってレッスンもさ結構やってないかな、俺しばらく出てないよね、対面になってレッスンって、あーね、これってない、インプロ力って、そうなのよ、インプロ力って落ちるんですよ、落ちるんですよやってないと、だからあの連想ゲームとか、あ、今日ねで学芸でやればよかったね、私ちょっと準備で、連想ゲーム、ね、準備で必死だったから、これめっちゃやってないやつやん、ずっとやって、これ一人でできるから、なんか赤リンゴみたいな、そうそうそう、うん、リンゴ、甘いお菓子、パイの実とか、なんか一人で一人でできる、ずっと、そう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 、あ、それでもうどん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 つなげてってみたいな、そう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 、であの潜在意識をね使っていくっていうのをトレーニングするやり方があるんですよ、うん、やってください毎日、そのやり方もね一回なんかこう先月やってみようやっつってやってみたら全然俺が忘れとってさ、ちょっとやろう、はい、あとはワンワードとかね、ワンワードって何やったっけ、覚えてない、昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたっていうワンワードでね、はいはいはい、これもインプロのトレーニングなんですよ、うん、どんどんつなげて、それも楽しいよねはいなんか今日はキレが悪いなはい、キレが悪かったけど、まあこんなね愛されるべききょんちょいやん、ね、きょんって誰、ポンコツちょいやん、そうなの、はい、ファンが増えてんのよさりげに、なんかあのマダムに人気あんのよ、マダムに、ね、マダムたちに可愛いって言われてんの、マジ、この間も、うん、あの私のクライアントさんでね、うん、あの 50代のおばちゃまがいるんですけど、うん、はい、あのちょいやんによろしく言っといてって言われたよろしく言われました、あのポンコツっぷりが可愛くてって言ってた分かってくれてる、俺のこと見てくれてる、松本さんね、松本さんいつもありがとうございます、たまらないらしいよ、たまらない、うん、そんな、ちょっと今度紹介していける50代いけますか、まあまあまあ、それはいいとして、フリになっちゃうからダメです、それはいいとして、はい、それではもうそろそろ終わりということで、ご視聴いただいた皆様まだ締めの早いけど早いまだ締めの早い、じゃあちょっと意気込みを言おう、意気込みね、うん、オブオブの、うん、オブオブの意気込み聞かせてください、実は俺毎日出演するんです、ん、毎日、お、あ、あの前日土曜日日曜日が1回ずつで6公演か、はい、ね、初回なのにいっぱい出させてもらえてよかったね、ねえ、奇跡や、奇跡ね、奇跡と取るかいじめと取るかどっちか、あ、そうだ、私は告知もう一個あった、私ね、あの8公演中7公演しか出ないんですよ、うん、あれ8だよね、8公演中7公演で、なんでかというと13日の土曜日の夜に池袋のオンリーユってところで昭和歌謡ライブに出ます、何それ、そうで、そこはちょっと被っちゃったから出られないんだけど、そっちもよかったら来てください、忘れてた、歌謡ライブ、昭和歌謡です、で、山本リンダを歌って踊りますで、めっちゃお腹出すんで、それもあって、うん、あのファスティングしてる、はいはいはい、めっちゃセクシーな衣装着るので、なので昼オブオブ、夜あの
昭和歌謡ライブ、よかったら来てください、うん、はい。いい告知できた。え、その時俺多分出てるかな。出てる、はい、出てるならそっちに来てください。はい、お願いします。え、そっちに行かん、ちょい屋の方は行かないで、私、うん、昼はオブオブ、夜はあの、昭和歌謡ライブ、よかったら来てください。はい、マジでセクシーなの見れますから。ちょっと面白そうやな、それ。へそ出すか。それで来てよ。あ、次回、うん、じゃあそれ次回来てるかも。次回は11月の21日、14時となっております。はい、また見てください。また見てください。セクシーで来れるかもよ。じゃあ俺もセクシーで来ようかな。はい、お楽しみに。はい、じゃあまたね。はい、またね。ありがとうございました。ありがとうございました。